この動画をご覧になっている皆さん、こんばんは、大豆です。この動画はですね、一本前の動画からの続編になっております。そもそも大豆のインスタの DM にですね、自己肯定感が低くて悩んでますっていうお便りをいただきまして、で、そんな話を考えていたら、過去の自分にもそういう時あったなーって、こんなにナルシストで自分大好き全開の自分になるまでのストーリーが結構自分にもあったなーということでですね、2018年音楽を辞めてからサラリーマンになるまでのこの3年間のストーリーを3つのシーズンに分けてお届けしている動画です。第1期の闇期に続きまして、今回の動画は第2期ウェイウェイ期、そしてサラリーマン期と続きますので、ぜひご覧になってください。どうぞ。大長編だよ。第2期は、さっきも言ったようにウェイウェイ期なんですよ。とにかく遊びました。近所のスナックを発見したんですよ。名前を言うとちょっとお店にご迷惑がかかるかもしれないんですけど、代々木上原にあるとあるスナック、まあ有名なスナックなんですけど、そこがね、やっぱ僕にとってすごくいい場所で、大豆じゃない自分は価値がないんじゃないかってすごく思って塞ぎ込んでいた自分がいたっていう話をさっきしたと思うんですけど、やっぱスナックで匿名希望じゃないけど誰も僕のことなんて知らないんですよね。まあたまたま知ってくれてる人たまにいたりしたけど、酒飲んで話が面白くて、なんかカラオケがちょっと歌えたりとかすれば、それだけでみんな仲良くなれたり、お前おもろいじゃんって言ってくれたりとかするっていうのが、本当ね、その時の僕にとってはもうライフラインだったんですよね。自分はその時仕事もしてないし、物も作ってないし、何もしてなかったんですよ。本当に生きてるだけっていう、うんこ生存マシンだったので、うんこと二酸化炭素生存マシンだったので、マジで何もしてなかったんだけど、そこに行ってみんなを笑わせたりとか、なんか俺が歌う一曲でカラオケでみんながウェイって乗ったりとかするっていうことだったりだけがもう僕の生きがいだったし、なんかありがたかったな、助けてもらったなって思いますね。なんかそこのスナックがやっぱすごい独特で、代々木上原っていう街がね、やっぱり東京のすごいいろんなエッセンスをね抽出した、あの東京が詳しくない方はちょっとわからないかもしれないんですけど、新宿と渋谷のあのこうちょっと外れの方にあって、なんかこう業界人っぽい人とかさ、ファッション関係の人とかも結構こういるし、まあでも普通にサラリーマンの人とか地元の元々のローカルの人もいるしみたいな、結構こう東京らしいごっちゃな下町感もちょっとありつつ、おしゃれ感もありつつみたいな、すごいいいバランスの街なんですけど、僕はそこから歩いていける距離に住んでたので、そこによく飲みに行ってて、で出会った人たちは今の自分の人生にとってもすごく大きな存在ですね。やっぱ大人になってから、仕事を通じてじゃなく、大豆を通じてじゃなく、友達になれる人たちって本当にできると思ってなかったから、なんか大事にしてます。なんかトウモロコシを食ったりとかしてるし、みんなその働いてない僕を受け入れてくれてたし、なんか毎日散歩できていいねみたいな、みんな夜中とかにも飲みに来ても大丈夫な家に住んでたから、夜中の2時とか3時に飲みに来てくれて、大学生かよっていう飲み方してたんですけど、朝まで大人みんな僕より年上40とか、なんなら50に足突っ込んでるような人たちと、うちでたこ焼きパーティーしたりとか、なんか誰かんちの屋上に集まってなんかナイトプールしたりとか、プールって言っても子供用のね、あの水のあれにお湯入れて、しかも大人でさ、爺様婆様ばっかりだからさ、なんか水とかはさ心臓に悪いじゃん。だからお湯、もうだから外風呂、外風呂あのセルフジャグジーやったりとかして、たまたまね、その友達たちもみんなちょっと芸能の仕事してたりとか、まあ、ちょっとファッション関係だったり自営だったりとかで、平日働いてとかの方たちじゃなかったから、あの僕みたいな人ともこう遊べる人たちだったし、僕はもうその人たちに大豆として会ってるわけじゃなかったから、今まではカッコつけたちょっとでもよく思われようというモードでしか人と会うことがなかなかできなかったんだけど、スナックで会った人たちには飾らないというか、むしろなんか自分では飾ってるつもりなのに、それをすっごいケラケラ笑われたりとか、一丁羅着て、一丁羅っていう言い方も恥ずかしいけど、すごい自分としては買ったばっかのすっごい気に入った服とか着ていくと、いやマジでそれやばいよみたいな、なんでそのパーカー買ったのとか、なんでその靴買ったのとか、すごい突っ込まれて、前だったらはってなって、これめっちゃいいとこのやつだからとか言ってイラッとしてたんだけど、なんかそれすらもこうなんて言うんだろう、受け入れられたりとか、それでも人笑い起こるんだったらこのパーカー買った意味あるじゃんみたいなぐらい、なんか結構自分をよく見てもらおうじゃなくて、どういう風に受け取ってもらってもいいから、自分を楽しんでくれたりとか笑ってくれるんだったら全然いいやっていう風に
思えて、まあ、マジでさ、それぐらいしかできることがなかったんだよね。自分一人が本当にご飯食べていくっていうこと以外、僕がやらなきゃいけないことってマジでなかったから、独り身だしさ、なんか仕事もしてないから何の役にも立ててないっていうのがやっぱりどっかであるから、そうやってみんなに笑ってもらえたりとか楽しんでくれたりとか、うちに来てくれたりとか、なんかここ来ると楽しいわっていう、僕がピアノ弾いてさ、なんかみんなで合唱したりとかするのがなんか大事な生きがいじゃないけど、こうそれがあるから日々まだなんとか繋いでいけるっていうぐらい結構大事だったし、てかそんなのも抜きにしてめっちゃ楽しかった。本当に2018年から2019年にかけてのあの時間っていうのは、なんかグーズハウスも一つの青春だったんですけど、そういうのとはまた全然違う、なんて言うんだろうな、グーズハウスとかはさ、やっぱ文化祭的な青春、なんかみんなで一生懸命作るっていう青春、大豆ソロの時もそう。でもなんかあの青春はなんか夏休みっていうか、長い夏休み、大人の夏休みの青春だったなっていう、たまたま多分僕以外もみんなちょっとそういうタイミングだったんだよね。今でも友達たちと電話してよく話します。あの夏みたいな夏はもう来ないよねとか、あの時みたいな時間はもう過ごせないよねってよく言ってるけど、なんかそれぐらいすごいなんか魔法がかかったみたいにキラキラしてたし、前のなんかの動画でも言ったんだけど、自分がすごい音楽頑張ってた時には出会うことができなかった音楽業界の人たち、ちょっとこうプロデューサーの方だったりとか、こうちょっと本当に歌手やられてるような方だったりとかと、やめてもうどうでもいいや俺みたいな、もう僕大豆でもないですみたいな感じになってから、なんかたまたま知り合う機会とかがあったりして、で、あ、グーサウスの子じゃん、見てたよとかっていう一言を言われて、いやマジでやっててよかったなって思える、なんかご褒美みたいなこともいっぱいあったの、その期間。本当にやってる時にもしかしたらその言葉を聞いてたら、でもなんかもしかしたらちゃんと素直に受け入れられなかったかも。もうやめてるような時期だったからこそ、逆に普通に素直に嬉しかったし、なんかあ、ご褒美、遅れてご褒美もらったみたいな気持ちで入れたから、あの時出会えた出会いだったり過ごせた時間っていうのは本当に奇跡みたいにキラキラしてて、人前にはこう出てなかったけど、自分のすごい一番キラキラした時代だったかなと思う。その頃ね、ようやくちょっと2019年の頭とかになって、インスタをもう一度こう更新し始めたりとか、動画を、音楽の動画だったりとか喋る動画をちょっとやり始めたりとかしたのが2019年のその頃だったかなと思う。本格的に音楽の道にまだでも戻れる覚悟もなければ、辞める覚悟もなく、でもとりあえず自分の心の落としどころというか、今はこれでいいやって思える場所がちょっとようやく見つかって落ち着いた時期だったかな。それがウェイウェイ期です。なんか本当に飲んだくれまくったし、めちゃくちゃ飲んでたもうとにかくね、もうすべての、蓄えをその時に使い切りました本当に頑張ってきた蓄えを全部使い切りましたね。でもそれでもやってよかったなと思う。あの時間を過ごせたのは自分の人生にとって多分絶対に財産になるというか、よかったなと思いますね。それがウェイウェイ期です。そして、今のサラリーマンにつながるのが2019年の、夏頃からですかね。まずシンプルに蓄えが本当になくなりました。マジでバイトもしてなかったから、よく逆に1年半ぐらいも東京の家賃20万近いところで住んでて、本当に高級ニートだよね、最高級ニートだよねで飲み歩いてさ、そんなアホな生活してたらやっぱりお金っていうのはなくなるんですよ。それも一個きっかけとしてありました。何かそろそろ動かなきゃいけないっていう。でも自分が音楽の世界に戻るとか、また曲を作ったりするっていうことはちょっと自分の中ではあまり候補になくて、考えられなくて、その時に友達が闇期のどん底で言葉をくれた友達、青森の友達が、本当短期でいいから、忙しい時期だけでいいから仕事手伝ってくれないかなっていう風に言ってくれて、もうさ別に行けるよって感じで、軽い気持ちでバイト感覚で夏に青森に2週間ぐらいかな帰ってきたのかな。でね、そこからすごく今の自分を立て直すためにやっぱり働くっていうのはすごく大事だなって思った。結局自己満なんだけど、自己満とはいえ仕事をしているとお客さんに喜んでもらえたり、なんかこう職場の中で役に立ててるなっていう実感をすごく感じられるじゃないですか。グーズハウスやってる時もそうだったし、なんか大豆ソロをやってる時もそうだったんですけど、やっぱり誰かの役に立ててるかもしれない、勘違いでいいから、自分がそう思ってるだけでいいから、
だから、だけどその勘違いがやっぱり僕を明日も頑張らせてくれるんですよね。自分の人生の中で自分がやりたいって思えるものがもう全然見つからなかった。本当に飲んで遊びたいっていうこと以外もう見つからなくて、作りたいものもないし、できることもない。なんか資格もなければ免許もなくて学もないし、何にもないからできることがない僕だったけど、そんな僕を必要としてくれる場所があったりとかで、ちょうどこう会社的にもなんかこう新しい風を吹かせてほしいっていうような感じで、僕はサラリーマンの経験はないけど、自分一人でやってきたこうなんだろうな、全く畑違いのことだけど、なんかそれを面白がってくれるいい環境だったので、会社が。だからそこでなんか自分なりにできることをこうやっていったら、すごく自分も楽しくなったし、でもちろんお金も稼げるし、目に見えてこう数字が伸びたりとか、なんか新しい動きが出たりとかすると、やっぱりみんな喜んでくれたり、お客さんもすごいこう反応が良かったりとかして、それまではやっぱりこう疲れていた自分を楽しませるとか、もう一回トリートメントする、一回整えるための時間として夏休みはあったんですけど、やっぱ夏休みって絶対どっかで終わるんですよ。なんか一生夏休みは続かないの。そしてね、続かないからいいの。やっぱね、2学期が始まったんですよね、人生の。そこからだん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 仕事が、なんて言うんだろうな、楽しくなってきたりとか、自分のポジションも出てきた頃に、2020年の頭にこの新型ウイルス、コロナのタイミングになるんですよ。それまでは 2,3 週間青森に行って、1週間東京に帰るっていう生活をしていて、行き来して、でその1週間の間にバーって遊んで、あとの20日間とかは休みなしでバーって働くっていうような、なんかすごい変則的な働き方をしてたんですけど、まあそれをしてればなんとか東京の家賃も払えるから、なんか東京をキープしておきたくて、なんかその東京のキープしてる家をなくしてしまったら、もう二度と東京の生活、音楽をやってた頃の大豆にはもう戻れなくなるかもしれないっていう、やっぱりどこかでちょっと捨てきれない部分もあったんですよね。だから働きながらなんとかその選択肢をキープしてるっていう感じだったんですけど、コロナが来たことによってやっぱり頻繁に行ったり来たりすることがもうできないっていうことになったのと、なんかすごくいいきっかけなのかな、世の中が変わるタイミング、そして自分も一つ本当に2学期にしっかり進む時期なのかなっていうふうに思えて、それで2020年の春に引っ越しをして、そこから正社員としてサラリーマンとしてなんか働くようになりました。でサラリーマンがまあちょっと忙しかったり慣れてなかったりしたんだけど、落ち着いてきて、去年の秋ぐらいからまたこうやって動画を出すようになったっていうのが、長かったけど、なんかこの今につながるサラリーマンをスタートさせるに至るまでの2年間にあったことかなと思う、うん、でもなんかそんな感じ。なんかその中でこれをやってるから自分は存在価値があるとか、例えば仕事のポジションがあるから、自分はお母さんとして頑張ってるから、お父さんとしてきちんと稼いできてるから自分には価値があるんだっていう風にみんな思ってたりとか、そしてそれがうまくできてないから自分をすごく否定してしまったりとかする気持ちがある人が多いんじゃないかなって、僕はみんなからのなんかコメントとかを読んですごく思ったんです。でそんなことないよってあんまり簡単に言っちゃいけないのかもだけど、僕は思った。だって大豆じゃなくなっても生きてるし楽しい。大豆じゃなくなってもっていうか、まあ大豆だけど音楽をやってた頃みたいな大豆ではないじゃん。今は不完全な自分かもしれないけど、僕以上でも僕以下でもないから、これはスナックのママが僕に言ってくれた言葉だけど、人間みんなその人以上でもその人以下でもなくて、その人でしかないからっていう言葉を言ってくれて、僕はすごくなんか響いて、そう、僕は僕でしかないんだよね。前はなんかやっぱり持ってたよね、自分の中でフィルター取れてノーフィルターな自分になっても、それをめっちゃ絶賛してるわけじゃなくて、受け入れられた、まあこんなもんだよな、そしてこんなもんな自分でも別にいいやって思えた。それを楽しんでくれる人もいるし、もちろんノーフィルターになっちゃったらさ、加工詐欺でさ、加工外れたらさ、なんか見向きもしなくなる人もいるかもしれないけど、でも自分自身がノーフィルターの自分、すっぴんの自分を結構受け入れられるようになって、すごく気持ちが楽になったし、そこからが僕の2学期がスタートしたって感じがするから、今でもねやっぱりノーフィルターですごく大変だと思うこともいっぱいある。できることが本当に少なくて、サラリーマンとして本当に経験もないし、不出来で迷惑かけっぱなしだし、なんか音楽やってる時よりも自信なくなることもいっぱいあるんですけど、また2学期1からスタートしてるっていう感じですね。今めっちゃおしっこ行きたいからもう終わっていいかな最後こんな終わり方で、もうね暗くなってきたし、おしっこ行きたいから今日はこの辺で終わりにしたいと思います。長いしね、もうなのでちょっと
もしかしたら2つぐらいに分かれてるかもしれないけど、あの最近スナックばっかりやってたけど、スナックもやりつつこういう語り動画も増やしていこうと思います。ちょっとおしっこしたいから帰ります。また見てください。じゃあねー。